史上最多の個人戦で206連勝を達成した吉田沙保里はインタビューで金メダルの数を聞かれたが忘れたと答えた。ほとんどの選手は吉田沙保里のタックルを研究するが、そのタックルで倒される。可愛い外国人選手と対戦するとき、こいつなんでこんなに可愛いんだと思いすぐ倒したくなる。吉田沙保里は女でよかったと語っており、その理由は男だったらきっと試合で何人か殺しているだそうだ。オリンピックで金メダルを取った東坂エリア伊調馨は吉田沙保里との対決を避けて階級を変えた。